ジュース。ジュース、とは、果物や、野菜の汁のこと。日本ではそれらに似せて加工した飲料をも指すが、現在の日本の食品表示基準上は100%果汁の、ことを指す。2012年度における、日本の果物ジュース生産量は509,900キロリットルであり、ここ数年は、微増や微減を繰り返しながら、相対としてはほぼ横ばいである。 原料としては、海外からの濃縮果汁の輸入も多く、果汁入り飲料も含めた、原材料自給率は2011年に38%程度である。これに対し、野菜ジュース、野菜、果物混合ジュースを含むの生産量は2012度は54万9700キロリットルに上っている。野菜ジュースの生産量は、激増を続けており、2003年度の26万1000。 キロリットルに比べ生産量は10年で倍以上の増加を示している。野菜ジュース生産の内訳としては野菜、果物混合ジュースがその半分以上である288,100キロリットルを占め、野菜のみの混合ジュースが129,500キロリットル、トマトジュース、トマトのみを原料とするが7700キロリットルとなっている。 1960年代までは法的な定義がなかったため、果汁を含んでいないのにジュースを名乗る商品もあった。そこで、主婦連合会などの消費者団体が、果汁100%のもの以外は、ジュースを名乗ってはけないという趣旨の不良ジュース追放運動を1967年から1968年にかけていった結果、1967年末に、 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、ジャス法が改正され、果汁100%のもの以外は、ジュースという名称で販売できないことになった。したがって、粉末ジュースの名称も使用できないが、糖類や蜂蜜などの添加は許されている場合がある。果汁と野菜汁のみを原料とする飲料のうち、果汁が50%以上のものも、 野菜ミックスジュースと表記できる。いずれの場合も、果汁、野菜汁は濃縮還元でも良い。なお、100%ではないが果汁が含まれている飲料は、ジュースではなく、果汁入り飲料との表記になる。また、一般に市販されているジュースのほとんどは、濃縮還元でも、ストレート果汁表記のものでも加熱殺菌などの処理を、されるため、 ビタミンなどの栄養素は減少している場合が多く、栄養素の面では、実際に家庭でミキサーなどを使って作るジュースに比べると、格段に落ちてしまう。果物を摂取する代わりにというよりは、あくまで風味を楽しむものと考えた方が良い。トマトジュース、人参ジ,ジュースについては別に規定があり、トマト果汁100%のもののみを、トマトジュースと表記できる。ただし、 食塩の添加は認められている。人参ジュースも同様である。トマトジュースの場合も、果汁は濃縮還元でも良い。野菜ジュースについての定義はないが、一般的には、野菜汁のみ、または、若干の食塩を添加した飲料で、果汁100%のものを言う。ジュースという言葉の正しい用法は、上記の通りであるが、日本においては、果汁という本来の意味ではなく、 コーラなどの炭酸飲料なども含めた甘いソフトドリンク全般、果汁の含有率問わずをジュースと総称する地域や世代があり、日本語としてのジュースの定義が確立されて以降も俗称として一部に根強く残存している。これはかつて多くのメーカーが果汁飲料ではないソフトドリンクをジュースという商品名で一時的に販売していたという歴史に起因するものであると思われる。 なお、ウーロン茶など茶系飲料も含むソフトドリンク全般については飲料と呼ばれる。また、ジュースはあくまで果汁のことであり、必ずしも飲料を意味しない。したがって、食品に振りかけるなどに使われるレモン汁や、その他の柑橘類の果汁も本来はジュースであるが、こうした飲料以外の目的の果汁は一般にジュースとして意識されていない。一般的には、 ジュースといえば甘いもの、すなわち果物を材料としたジュースを指すことが多く、野菜を材料としたものは野菜ジュースとして果物のジュースとは異なったものとして扱わることが多い。果物のジュースの材料としては果汁が多く甘みや酸味が強い果物が使用しやすく、リンゴを材料とする、リンゴジュース、オレンジを材料とする、オレンジジュース、グレープフルーツを材料とする、 グレープフルーツジュースなどの消費が多くなっている。オレンジジュースに限らず、うんしゅうみかんなどの柑橘類を使用したジュースも多数、販売されている。この他にも、ぶどうや桃などをジュースに加工して販売することも多い。果物のジュースは一種類の材料をそのままジュースにして販売することが多いが、いくつかの果物を混合して、ジュースにする、いわゆるミックスジュースも広く親しまれている。 一般的なジュースは果肉をこし、喉越しを整えて飲みやすくすることが多いが、あえて果肉を多く残し濃厚な飲み口を残す製造法もあり、これはネクターと呼ばれ、桃などのジュース製造時によく使用される。なお、一般的には果物のジュースは甘いものが多いが、中にはそれに当てはまらないものも存在する。例えばレモンや柚子などの抗酸柑橘類の場合、 非常に酸味が強く、甘みが少ないため、100%ジュースは、食図として利用するために販売される。甘いドリンクにする場合は、水で割って砂糖を加え、エード、レモネードやスカッシュの形にする。また、ココナッツジュースは、若いココヤシの果実の中に蓄えられる果汁であり、ジュースの定義に当てはまるが、甘みは、あまり強くなく、どちらかというと水に近いものである。ただし、 全くの無味無臭というわけではなく、ほのかに甘く電解質が多く含まれるため、スポーツドリンクとして販売されることがある上、生理食塩水としても利用可能である。なお、ココナッツからは、果汁の他実の内側の灰乳をすりつぶして作る、ミルク状のココナッツミルクもとれ、甘いドリンクを作る場合は、こちらが使用されることが多い。野菜ジュースにおいては、 最も消費の多いトマトジュースはトマトのみをそのままジュースとすることが多く、人参もそのまま100%ジュースにすることがあるが、多くの野菜ジュースはいくつかの材料を混合してミックスジュースとすることが一般的である。果物と混合して野菜、果物ジュースとすることも非常に多い。これは野菜、特に青物や葉物野菜のジュースは青汁に代表されるように甘みが、 非常に少なく青臭さが出やすいために飲みにくく、甘みの強い野菜、人参などや果物と混合することで缶を添加して、飲みやすくするためである。家庭において、ジュースを作る場合は、絞り器、スクイーズジューサーなどを使用して、手で絞る場合と、電動のジューサーを使用して、果物をすりおろす場合とがある。手絞りは簡易な器具だけで絞れるために手軽であるが、果実を一つずつ。 自分の手で絞っていかねばならないために手間と労力がかかる上、量もそれほど作ることはできない。また、どちらかといえば、柑橘類などの柔らかい材料に向いており、リンゴなどの硬い材料はジュースにしにくい。電動のジューサーは材料を投入するだけでジュースを作れる上、ある程度硬い材料でもジュースにできるため、家庭のほかジュースバーやレストランなどにおいて、 商業的にジュースを作る際にも使用される。ジュースを飲料として大量生産する場合は、果実をそのまま絞って製造する製法、ストレートと一旦果実を絞って原料果汁を作った後で水分を飛ばして濃縮し、飲料にする際には原料と同じ分だけの水分を再び添加して、ジュースに戻す濃縮還元の2つの方法が存在する。そのまま絞って製造する場合、 新鮮で濃厚な風味が楽しめるが、日持ちがしないものが多い。これに対し、濃縮還元は一旦水分を飛ばして、濃縮するために保存期間が長くなる上、重量が軽くなるために、輸送や輸出入が簡単になる。このことにより、濃縮還元の登場は、原料果汁の貿易を盛んにし、遠隔地から安価な果汁が大量に供給されることで、ジュースの低価格化と大衆化に、 大きな役割を果たした。なお、ストレートにせよ、濃縮還元にせよ、加熱殺菌は同様に行われる。ジュースはそのまま飲料として飲むことが一般的であるが、酒と混合してカクテルの原料にすることも多いほか、料理に使用することもある。ジュースバーとは、フルーツジュースを主に提供する店舗のことで、店舗によっては、スムージーなどを提供するものもある。 ソーダファウンテン形式やカフェテリア形式の店舗が多いが、店内に席を設けたカフェ形式のものや屋台で商品を売り歩くものもある。こうしたジュースバーにおいては、店頭にジューサーを客からよく見えるように配置し、注文に応じてその場で材料をジューサーにかけ、新鮮なジュースを提供することが多い。一種類の材料をそのままジュースにして提供することは、 あまり見られず、数種類の野菜や果物をミックスした商品をあらかじめ提示してあることがほとんどである。この場合、材料をジュースにするだけでは飲みにくいことがあるため、牛乳や氷を加えたり甘みの強い材料を加えることで口当たりを良くすることが多い。日本においては21世紀に入った頃から、繁華街や大規模店舗の一角に小規模なジュースバーが進出するように 重サーバーなどのように大規模資本が参入して多店舗展開を行うことも見られるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。